その銅は派手すぎではない？貴様、頭が高いぞ。俺様に披露しなさい。あれ、君そんなちっちゃかった？ねえ、手下に比べるとやっぱりちっちゃいね。サンキュー。あの減らず口を聞けなくしなさい。永遠にです。何です？さあオラ、俺様の偉大さを思い知らせてやりなさい。さあ。いい加減にしてよ。恋人に命令しないで。ならお前とは別れます。だからこの威張ったウサギをやっておしまい。もう私には関係ない。あれれれ、仲間割れかい。直接対決だ。ドッド将軍、かかってこい。ふぃドッド諸君、ひれ伏すのはそっちだ。お願い、痛くしないでください。僕はまたファントムドーンを作り、ドッド将軍、ファオラ、サンキオンを取り込め追放した。奴らを見たのはそれが最後だ。スーパーラビットもそれが最後だった。正義の力は時に悪にもなる。謙虚さが必要だと学んだんだ。やめたんですか？そっ。そんなの作り話です。正義のヒーローをやめるやつなんていません。やっぱりこれはティナのために全部売り払います。どっちみち売るんだろ。当然です。